だけで満足せず、いい試合をして俺らの力でキャップを呼ぶ。その間、ね、藤田本間と引き分けて、あいつだとやんなきゃいけないと思ってます。 C8 までね、うん。さあ今日注目の一戦です。セミファイナル60分一本勝負、大日本対バトラーズ。もちろん大日本は松永山川組です。迎え撃つのは薄大石川組。さあこの2人を松永はどう迎え撃つか。先発は松永石川で始まりました。まず張り手一発。社長、先ほどもねこの注目の一戦という話が出ましたけれども、はい、どのあたりにこの注目の点を置いて。いや石川選手に失礼だけども、はい、今まで見たことないわけ、まあはい、彼の試合は。ただ、はい、新聞もしくは週刊誌の上でね、はい、見てるだけでね、はい、その彼はどういうファイトをするのか、はい、松永山川チームにね、どのように対応、彼らがどのように試合を進めていくのかという注目度はね。そうですね、全くスタイルの違う者同士ですね。この試合は生で社長はご観戦には、ちょっと用事があったもんで、見れなかったんですね。何かこの後にご用事があったご様子です。小林選手的には、まあ、こうバトラーズとですね、はい、当たるっていうのを仮に想定した場合、山川選手どういう試合、まあ、松永山川ってどういう試合をすると、どういう、あんまり考えられない。考えられないですね。確かに、まあ、そのあれですね、お客様、それから自分らもイメージできない試合だったっていうのはありますよね。一体どういうふうになるのかっていうのは、松永さんがどういう感じに出るかっていうのが、はい、まずはこの空手着を着てきた時点、それからシューズが違いますね。今日はあの黄金のシューズではありません。あ、レスリングシューズ、はい、レスリングシューズ。さあ蹴りで追い込んできます。蹴りで追い込んで制限的蹴り、そして制限的です。コーナーに追い込んできます。空手やってるんですよね。貫水流ですか。あ、貫水流、貫底流、完成、忘れました。あまり難しい質問はしないで。さあしかしグラウンドになると、これあるいはバトラーズの方に分があるでしょうか。松永選手も言ってましたね、ちょっとグラウンドになるともうちょっとどころではない、分が悪いと。だから立ち技、その以外の部分でね押していきたいと。今日石川さんブイング多かったですね、この試合。この試合は試合となんていうか当初はですね、はい、まあ選手お客さんもどういう風に反応していいか分かんないんで、ブーイングと拍手が半分半分だったね、はい、同じことやっても拍手する人とブーイングする人が半分半分で、ただ後半はねブーイング、大根をやはりリングだな、ホームリングだなと思いましたね。さあここで早草にもエントリーしてます山川隆二が立ちて入ってきました。石川隆二と初手合わせです。なかなか手は合わせません。ズボン変えたんですよね。この日からズボン、コスチューム変わってますが、張り手一発。やるならやってみろよと、まあ、本人もねこの辺り意識した、これが逆にファイトスタイルだよと言ってましたけど、張り手合戦、そう続き一発。これは日々鍛えられてます。エルボー打ち込まれます。しかし打たれ強さが山川隆二の持ち味です。いくら打たれても勝ち進んでいきます。3人割っていきます。これ薄田選手は社長ご覧になられたこと何回かありますね。あるあるある、はい、石川選手は逆に打ちまして、薄田選手はというのはどんなイメージを。いや彼らはそれほど背が低い部分ね、はい、やはり寝技の関節の方に持っていく、そのうまさがあるわな。なるほど。だから金の長崎選手と違う部分のね、はい、関節技を彼ら多用するわね。なるほど。キックも結構いいのを話すね。はい、アスリートとしてこのなんですか、重心移動っていうかね、キックもそうなんですけども、うん、グラウンド入った時の重心移動なんかもかなり、目を見張るものがあるんじゃないかと。いや練習が豊富だということだわね。はい、やはりバトラーズ選手もね、バトラーズの選手も会社自体で道場を持ってますしね、はいはい、やっぱりここが基本じゃないかと。道場持たないであんた会社なんかできないんだよ。出ました、まだまだ丸 WA 批判ですね。いつか構想になるな。さあ、その薄田選手がキックで追い込んで初めてのこの試合ダウンです。山川隆二ダウン。大日本のマットでなかなか味わうことのできないこのキックのコンビネーション。さあ、ボールを落としている山川隆二。しかし立ちます、立ちます。しかしまた連打です。ローから見て、ローからロー。さあ、これは痛い、これは痛い。さあ、腕十字だ。空いた腕を取りに行った。松永、ここでカットです。さあ皆さん聞こえますでしょうか、ブーイングで、そして歓声が半分半分です。存在感ありますね。さあアームホイップです。しかしスックと立っていきますね。薄田選手もあれですかね、こう道の奥とか第2本のリングで、こういったなんかプロレス的なところに順応してきてるってとこありますよね。ありますね、はい。さあ松永対薄田、こちらも危険な者同士の対戦になってます。薄田選手の、ね、蹴りのタイミングがいいわけ、重さが重さが加わってるわけ、はい、その
早くしないで自分の、はい、自分のタイミングで蹴るから相手にダメージを与えるわけね。そうですか、はい、だからこれも山川選手がね、あの盗んでほしいわね。なるほど、そうですね、あの攻めるばかりじゃなくてその相手を結局するので受け入れの部分でね、そうそうそう、見てみようこれ、はい、もうすぐあの行くでしょこんなんして、はいはい、蹴った時からそのまま自分の体で抑えに行くから、うん、そうですね、自分のあの格闘のその型を持っているわけ。あのまあ、ちょっと話前後しますけど、早草杯にも出てる斉藤選手なんかも蹴りを使うんですけれども、ちょっと蹴りっぱなしっていう部分っていうのがすごい目につくんですよ。蹴って相手が、ちょっとのタイミングをちょっと置いたら、崩したらそこをポッとこう行くそのタイミングを持ってなきゃいけない、ね、タックルに行くなり、うん、こうやって腕十字に入るなり、そうそうそう、なるほど、まあ、そういったところもね、バトラーズがうちのリングで出張してきてるわけですから、他の選手、試合に出てない選手も盗んでもらいたいと思います。さあ、ロープエスケープです。しかしそこ必要に攻めていきます。ここは大きなブーイングです。松永も立ち上がっていきます。負けてません。いやもうこれは試合ではありません。気迫と気迫です。もっと試合もタッチしてるんです。石川選手にタッチしてるんですが、薄田は必要に追いかけていきます。レールチェックチェック。さあセコンドもエキサイトしています。さあ腕を取らせまいと、腕を取らせまいと必死です。さあエスケープしています。エスケープしています。いやこれはエキサイトしますでしょう。お客さんもお客さんならずともエキサイトしていきます。松永選手なんかこうバトラーズとやるときですけど、やっぱ大日本っていう形でやってくれてますしね。そうだね、彼らも大日本の一員と考えていいんじゃないですか。そうですね、まあ、はい、いろいろ事情あってね、こうレギュラーで参戦できないんですけれども、やっぱりなくてはならない存在だというふうに感じております。また逆に言えばデスマッチ路線の大日本でしかちょっとまたね一番いい色を出せないんじゃないかと。そうだね、彼のアイデアをもう大日本は一番の 120% 受け入れたい、受けやってるからね、はい。まあ、これからもね、まあ、バトラーズの戦い、そしてデスマッチトーナメントとね注目していきたいと思います。まあ、デスマッチトーナメントも8月9日の新川崎の屋外でやっていくわけですけども、そこでまあ松永選手は1回戦勝ってますし、うん、まあ、何か大きな、ね、デスマッチで。そうだね、当然あの決勝に残ってほしい選手だから、はい、順調に1回戦勝ったということでね、はい、まあいいんじゃないですか。 8.9 の、 その新川崎の試合は、はい、お客さんの要望に応えれるような企画をしてですね。そうですね、また選手の企画要望にも応えれるような、ね、そう、企画をしていきたいと思います。さあそのデスマッチトーナメントにエントリーしたい、エントリーこれはしたいと、早草杯で1位2位を確保してエントリーしたいという山川隆二ですが、逆エビちょっと体勢不十分です。体勢不十分です。こういったオールドファッションで攻めていきます。オールドファッション、はい。どうなんですかね、バトラーズのスタイルの関節技と、はい、やっぱりこう大日本というかこうニプロの流れ込む、まあ、古いスタイルですよね。ああ、はい、関節技融合した時ってやっぱ面白みって出てきますかね。面白いと思いますよね、やっぱり。どういうか今までバトラーズ同士やったんじゃないですか、はい、見慣れてるファンにとっては、はい、どういう関節技のやり合いになるんだろうか、はい。まあ、同じプロレスですけど、この異種格闘技というかですね、全く違う部分でやっていきたいというふうには思ってるんですけど、セコンドに蹴り見舞っていきますね。相当うるさかったですよね、はい。まあ、このあと 2.7 ですね、5月の27日にバトラーズの後楽園大会もあったんですけども、僕はねちょっと所用で行けなかったんですけども、行った人から聞くとね、はい、山川選手がセコンドついてたんですよ。あれが良かったと。もう個人的感情でね、試合勝つ負けじゃないぞと、とにかく暴れてやんだと、バトラーズ好きなやつは嫌いだというぐらいな感情でですね、試合乗り込んで行ったというね、まあ、ウイングフリークの方も来ていただいて応援してもらったということでね、まあ、大日本のリングでもね、まあ、応援してもらいたいと思います。さあ頸動脈あたりにパンチを打ち込んでいきます。これはもう猪木譲りでしょうか。いやこれはもうパンチです。しかし山川も下から張っていきますが、そこを腕十字取られます。うまく勝った、もう勝ってピンチと見ればすぐ勝っていきます。今危なかったですよね。今かなり危なかったですね。さあ何か一言発しました。どうですか、後ろ選手の蹴り見蹴り、はい、なるほど。今蹴り足取られて、普通だったらあそこで動揺するところをすぐに逆の足で蹴っていく。そしてここです。アンクルホールで、あー、いや、しかしここでリング手届かないんですかね。ちょっとこれで距離感がつかめません。下に置くと決まっちゃうんですかね。はい、アマレス流のアンクルホールドで攻めていきます。お、かかと落とし、かかと落とし、反面だ、向こうだ、かかと蹴りです。いや、かかと落とし2発目。さあロープエスケープ、あーっと、しかしまたです。
膝、そして、つま先を攻め立てていきます。さっきローキック打ってた方の足じゃないですかね。はい、なんかあの第4のバトルステーションなんで真面目に公式の選手実況してくれて社長がいるんで緊張していつもと違う。でもどうですかね、こう社長まあここにいますけども、はい、失礼な言い方じゃないけど、はい、うちの社長のイメージってどうですか、最初に入った時のイメージと今こうやって一緒にまあ盛り上げようっていう、あ、仲間っていうイメージはないですかね、仲間の大将っていうかですね。最初は本当におっかなかった、おっかないですね。グレート小鹿って名前あって、そこから見ると柔らかくなって丸くなったっていうか、近くなった会社を一つしようっていうね感じはあるんですけれども、社長はこう私と接する時の何かありますか、これは気をつけるよっていうか。いや自然体です。自然体でとにかくあの若い人でも誰でも嘘を言わないということ、言ったことに対して責任を持っていること、それは社長といえども分かってます、ね、そう、はい、だからレスラーは練習してなんぼのもんじゃないということ、はい、練習しないとガタガタ言うなということ、なるほど、ね、会社がそれほどさっき言ったんじゃないけども、はい、選手を育てるって言って道場も作らない、何を言わんかとね、はい、その日本に何27団体ある、あるって言ったって、あんた日本全国巡業してるって、男で何箇所あるの、うん、5箇所か6箇所でしょ、まあそうですね、FMW さん、ね、女の、あの団体が増えたって言って6箇所7箇所でしょ、それ合わせて12、3箇所しかないの、なんで27箇所団体じゃないじゃんこんなものは。なるほどね、選手がいたら選手に試合の場を与えて初めて会社があって、はい、あのプロレス の、 そのお客さんに対して27団体っていう確信をしてもらうどこがちょっと欠けてるんじゃないの。なるほど、だから僕はもう思うのは、一に会社を作ったら、あの道場を作れと、合宿を作れと、そして、年間の全国の興行をしてやろうと、はい、それで初めてお客さんにあの認知されるんだということだね。はい、まあ、今宇佐選手がね、松田選手ダウン奪いましたね。このバトラーズもそうだし、まあ、道の空もね、あの僕は見たことないですけど、山の中に道場と合宿所があるって聞いたりしますしね。FM さんもね、小さいながら昔ね、畑の頃ありましたよね。まあ、そういう部分でやっぱり道場ってのはやっぱり大事だなというか、当然といえば当然です。ああ、高梨城が見えたんですね。城が先ほど見えましたが、ここは山川隆二が捕まえていきます。いいです、山川隆二、ここで本領発揮してもらいたい、本領発揮してもらいたいです。さあ、これはカバンでしょうか、お客さんのカバンつかんで投げ、さあ、薄田が突っかかってきます。セコンドのお前はどいでなと。ああ、松永、石川祐希選手、おもろいでたら、あの山川、松永選手の方が有利だわな。有利ですね、これどう見ても有利状況に陥ってますね。どちらかというとやはりリングの中で形勢不利な状態になった時もありましたからね、うん、これは壁にしたたかにつけてまだ打ちつけていきます。いや、これはもう城が有利、本当に有利ですね松永選手もやはりあの自分の本職やりながら練習してるわね、だいぶね、やってますね、もう息切れしてないもん、はい、うん、確かにそれはありますね。あの一時一度リタイアしてからですね、復帰した時は体も痩せてだいぶねしんどかったみたいですけど、この頃体のあの目方がね、はい、体重が増えてきたもんね。社長も錦糸町の方のあのミスターデンジャーに行きました、はい、どうでした味は。いや、美味しいんじゃないですか。店の宣伝していいのかな。いや社長あれですよね、肉っていうか魚の方が好きだけど、あんまり肉のこと褒めたことないですよね。あまり食わないよね。そうですよね。あの小鹿さんがね、美味しいというミスターデンジャー、一度お食べにならないといかがでしょうか。さあ、お客さんの見えるところでやった。こちらもエキサイトしてます。いや、山川隆二受けてます。あ、今足が蹴っちゃった。はい、ま、いやー、もうこれはエキサイト、石川祐希もエキサイトしてます。石川選手もエキサイトしてます。これはリングの中得意な分野に持ってこいというんじゃありません。これはもう死闘です。ラックルパンチを打ちつけていきます。いや、これはやってますね。これはバトラーズのリングでは全く見られない光景でしょう。この4人は試合度外視してるね、これ。なるほど、感情のぶつけ合いだ。はい、いや、すごい音がしました。さあ、リングの中では山川宇佐です。これは宇佐選手の足を打ち、さっきのあれですか、鉄柱に打ち付けたのも若干あるんですかね。さあ、ここから膝十字に行くのか、スピニングトーホールドにしては持ち足が逆、おっと、あーっと、そっちです。あと4の字ですかね。さあ、足がかかります。つま先です。ちょっと浅いです。
さあこういった技も締め上げていってほしいです。あーっと決まった、ロックが決まりました。リング中央で足4の字を決めていきます、山川隆二。リバースティー、あーっと崩れました。なかなか惜しいチャンスでした。あーっと椅子攻撃、松田選手目が怖いよね。目怖いぜ、怖いですよ、試合の時の目が、はい。まあ、山川選手も目が細くてね、やっぱり感情が伝わりづらいんですけど、やはり怖さっていうのは松田選手が1枚出てるから、ね、狙ってる目っていうのは、そうですね、やってやるぞっていう。あのサッカーの中田選手なんかもすごいフィールドで見てると、もう100 360度こう見ながらドリブルしてるじゃないですか。それと一緒で松永選手もリングいろんなところでですね、何か俺の特徴出してやろうとやってますよね。客のワンツーってどうしたの、お客さんの興奮する、お客さんの方が客でリング入る、いやもうお客さん総立ちですからね。皆さん指定席の切符は皆さんお話にならないように大日本の場合は。レフリーのカウントじゃないですね、お客さんのカウントになってしまいましたね。パワーボムのアピールしています。さあ宇佐選手を攻め立てる山川隆二、あーっとこれ打ち切り、なかなか難しいですね。お客さんも喜ぶ人もいれば、チョークスリーパー、さあ後ろからチョークスリーパーです。バーリキューディングのチョークスリーパー、さあリング下から持ち出したのは、これはいつから隠していたのか、松永美津志の優秀接戦バット、ウィングの象徴、デスマッチの象徴、優秀接戦バットでスリーパーです。これ後から本人はウィング式チョークスリーパーと言ってましたからね。あとここは後ろへ石川祐希がカットです。これは効く、ミドルに一発、いやふわー、肩口、左の肩口にフルスイング。さあ二度三度振り回して背中に叩きつけていきます。 S アリーナのセットを壊したというこの優秀接戦バット、なかなかやってくれます。やーっと腕です。これは痛いね、想像しただけで痛いです。さあ薄田選手はこれはカットして場外に落としていくんでしょうか。これは痛い。さあ石川祐希が走り、あっとここは残念、誤爆、残念、誤爆です。さあフロントスープレックスから山川隆二、優秀接戦バットのダメージもこれはまだ言えません。さあエンズリギリ、いい音がしました、かなりいい音がしました。さあここはマッチがダメ、マッチがダメ、場内大爆発、場内爆発しています。わーっとここでゴング、ここでゴング、歓声とため息が入り混じります。17分28秒、石川祐希がこの初戦をものにしています。しかし大日本もこれでは負けていられません。7月の26日、後楽園では雪辱を果たしてもらいたいと思うんですけど、そうだね、あのこの石川選手のね、万字の固めはね、はい、この間引退した新日本プロレスのアントニオ猪木さんが日本で初めてやったわけね。あ、はい、あの見てみればね、万字固めの方が格好が違うわけね、はい、だからこれ石川選手が研究したんじゃないですか。なるほど、はい、無茶みたいなね、競技なんか絶対上げさせねえから、いらねえやのが、投げ込むねと勝てねえのかよ、勝負できねえのかよ、俺たちはお前体が競技なんだよ。ああふざけんなお前、痛くおかしくねえやろな、ふざけやがって。ああうちのリングにあんな競技は絶対持ち入らさせないからな。ああ覚えたことないよ。向こうにはグラウンドがあるように、山川はねグラウンドできるけど俺はグラウンドできないから、俺ができないならできないなりやり方がちゃんと変わるし、同じ戦ってダメですね、向こうに上がって、まあ手の内見たってダメだけど、でもう一回カットプラッシュもできて一騎打ち二度打ち、今日いい勉強させてもらいました、使い方がちょっと間違ってるから